はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ですね、18歳から26歳の米国人の若者に聞きました。移住するとしたら、どこがいいかっていう、あれなんですけれども、まあ、俺、パーセンテージまでは出てなかったんですけれども、1位イギリス、2位カナダ、3位日本、4位オランダ、5位シンガポール、6位オーストラリア、7位スイス、寒いぞ、8位イタリア、9位ドイツ、10位アイルランドと、フランスないのかなんて、イギリス、カナダ、オーストラリアなんかは英語使えますかね、人気なのは理解できるんですけど、なんで日本が3位なんだ、いう話でね、人気がある、のは嬉しいが、米国人は米国人でも、土葬墓地作れとか、モスク作れとか、あれが食えない、これが食えないとか、めんどくせえことを言い出す米国人はご遠慮願いたいんですよね。移住してくるにしてもさ。これは米国人に限らずなんですけど、あれが食えねえ、これができねえ、これは嫌だ、あれは嫌だ、土葬じゃなくちゃ嫌だ、めんどくせえこと言う人は、ご遠慮願いたいんですよね。あとは定年退職後の引退先として日本選ばれると高齢者の比率が上がっちゃって、ほらバカの自民党が国民健康保険を外国人にも同じ料金で使わせてるじゃないですか。バカの自民党が、国民健康保険って日本人健康保険のことじゃねえのかよって非常に疑問なんですけど、これね別会計とかにしないと外国人は、なんせ滞納が多いんだから、滞納踏み倒しが多いんだから、あとね、定年してから日本に来ましたなんてしたら、外国人の高齢化率が高くなっちゃって、外国人、老人ばっかり移住してきたなんていうと、そんだけ保険料を使うわけじゃないですか。そしたらね、負担率とか、料金、保険料変えないと日本人に幸せきますよ、これ。バカの自民党が、国民健康保険を外国人も同じように使わしてっから、バカの自民党が。それかね、民間の保険会社でいくらでもあんでしょうよ、通院保険とかさ。そっちの方に任せりゃいいんじゃないの。民間は検査、審査が厳しくて、何歳か、じゃあこのぐらいですね。こと細かくあれしてくれんですけどね。まあまあ、日本が3位っちゅうのには、驚きました。スイスが人気なのは全然わかんねえな。シンガポールも、シンガポールは金さえあれば楽しいみたいですけれども、なんでオランダなんだろう。なんかチューリップ咲いてる牧歌的な、なんかイメージしかないんでしょうか。わかんねえ、よくわかんない。人気が高いのはいいけど、あれこれうるせえ移住者はお断りしたいです。国税庁、朝鮮戦争難民の特別永住者に徴税特権はない、国会で発言。大村大二郎元国税調査官、特権はなくても特別扱いはある。特別扱いって特権のことじゃねえのかって思うんですけど、世論です。とうとう出たね、これ万能ですね。何でも使えますねこれね。あらら出ちゃったわね。知ってたけど、特別扱いは特権と言っていいんじゃ。運用面で特別扱いがあるってことでしょ。特派版では常識だわ。散々ないない言ってたけど、住民税減免特権もあったよね。まあ、記事をよく読むとですね、税務署は一般人、一般企業に行っているですね、合意のない調査、税務調査、ガサ入れですか、いわゆる家宅調査、合意のない、同括で追徴税を認めさせる、ことは実は違法行為と、こうなんでしょう、これ認めないともっとほじ切りますよ、同括して認めさせちゃうっていうのは実は違法行為、朝鮮総連という圧力団体に所属している人にこれやると強い抗議が来て後々面倒なんで、特別永住者にはこれらの違法行為をしないと、という特別扱いをしているんだよという記事でありました。なるほどなるほど。国税はヤクザの事務所をガサ入れしないようなもんですかね。警察は行くけど、ということは共産党とかも行かないでしょうねこれね。国税、
何かに所属して面倒な相手って思わせればあのガサ入れされないんだろうか、恫喝されないんだろうか、すぐねあの大音量で抗議凱旋に出向いちゃうような政治団体とか、うちは違いますかね、うちは違いますけどね、あの経団連にはあの何十回もあの抗議凱旋行ったけど、連合には何十回も抗議凱旋行ったけど、福島原発処理水放流で中国が日本産海産物を禁輸しました、支持率真っ逆さまの岸田総理、科学的根拠に基づかない規制は決して認めることができない、政府一丸となって規制の即時撤廃を働きかけていくと、言っとりました。世論です。別に今のままでもいいのでは。中国が科学的根拠を理解するわけないだろう。中国以外に売ればいいだけの話。どうせもう迂回輸出で元通りになってんだろ。中国に常識が通じないから相手にしないのが一番と。中国共産党は金融をですね、科学的根拠に基づいてやってんではなくて、嫌がらせでやってんだから、いくら説明しても無駄だぞ。支持率真っ逆さまさんはですね、水産業界のご機嫌取るために言ってんだろうけど、心にもないことを。日本の海産物を大宣伝して、販路広げます。今まで以上に高く売れるようにしますって言った方がね、あの、尻滅裂な中国相手にするより、だいぶ建設的なんですけどね。まあ、あの、頭が絶望的に悪くて、内閣全員、農水省も全員思いつかないんだろうけどね。なんで国民健康保険を外国人に使わせんだって話。別会計にしろよ、あいつら踏み倒すなら。バカ野郎が、バカ市民って感じですかね。バカ市民。経団連の新人事発表、会長アホの徳良正和変わらず73歳だってアホが、副会長20人だってそんなにいいんだ。あ、女性は2人だけだった。女性役員 3割の掛け声は嘘でしたーという、嘘でしたー。なんかあの政府目標を立てたよね、あの女性役員3割なんですよね。世論です。バーカ、やる気もないのにやるやる言わなくていい。ポリコレ欧米を追随しなくていいのに。日本人女性は世界一専業主婦希望率が高いんだぞ。そうなの。経団連でさえやらないんだから他も頑張んなくていいぞ。確かね、偉そうなこと言ってるあのテレビ局も新聞社も軒並みね、女性役員比率他の業種より低かったですよね。俺が言う綺麗事をお前らが苦労して実現しろ。左翼はみんなこればっか。政府がですね、2030年までに、プライム企業、上場東証最上位ですか、プライム企業女性役員率 30% 以上なんていうあの目標ぶち上げたんですけど、これも全くの愚かです。初めからですね、比率を設定すればですね、枠を満たすために優秀な男性が役員になれないってことが必ず起きるんですよ。逆差別っていうかね、出世に男女差なしっていうのを目指すべきで、その結果がね、男ばっかりになったところでそれを是正する必要全くないですよ。結果がそうなんだったらね。これは選挙も一緒ですね。あの国会議員女性少ねえなんて言ってるけど、同じ条件で選挙やってんだから、そんなのねえべって話なの。地方選挙なんかね、あの若い美女が確実に有利なんだからさ。まあそういう人はですね、あの年取るともっと若くてもっと美女が出てくると、ちょっとあの焦るみたいですけどもね。沖縄県うるま市陸自活練分屯地にミサイル配備、中城湾、港港前でパヨ数十面が抗議集会したとございます。こちらから一発撃てば何百発も帰ってくるとか叫んでたみたいなんですけれども、それはおかしいって話題になってました。世論です。おじいちゃんもうやめて、こちらから撃たなくても何百発も撃ってくるが、なんでこっちが先制攻撃する前提なんだ。こっちから先には撃たないだろ。配備しなきゃ攻撃目標になるんだぞ。ミサイル撃ちまくってる北朝鮮には何も言わないのな。ミサイル配備してないですね、撃ち返してこない分屯地、基地やったら、あのすぐさま攻撃されますよね。乗っ取って俺ら使ったろうみたいな。きっとあの泊まっとこ寝るとこ、
ヘル兵隊、やつら恩出してそれ使おうのつって、まあ、先に狙われますよね、ミサイル投げる。何百発もやり返すから戦争にならないですよね。やったらやり返すから何百発もっていう構え見せてから戦争にならないですよね。一発も反撃しなきゃ土下座降伏しかねえだろうがってなし、無抵抗のガンジーでも平気で殴り殺すのが中国、ロシア、北朝鮮ですよ。まあね、こいつら騒いでるですね、プロ人民に言ってもですね、無駄ですけど、戦争しない国と戦争できない国は、意味が違うぞ。言っても無駄なんですけどね、バカで。プロ人民だから、金のためにやってっから。戦争しない国と戦争できない国は意味が違う。できるけどやらないのとできないのでは意味が違いますね。まあ、これ結婚も一緒ですけど、その他のニュース、党懇親会に下着ダンサーとおさわりコンパニオンを呼んだ川端哲也和歌山県議、自民党離党心からお詫び、平謝り。多様性の表現を実現できたはずなのになぜなんだ、下着ダンサーとおさわりコンパニオンで、なぜなんだ。議員辞職はしないのね。次の選挙は無所属で立候補してですね、当選できたら復党するってパターンですね、これ。実は豊島区でもあったんですわ、これ。都議会議員候補のですね、パーケンをですね、部長クラスに複数枚売ってですね、その部長たちが部下に売っちゃったのよ。それがパワハラだっつって、権力の横暴だっつって、公務員服務規定に引っかかりまして、それやらした自民党議員2名がですね、10万円の罰金刑になって有罪判決、で辞職しました、任期途中で。その後の選挙でですね、無所属出馬して当選、すぐに自民党に復党と。自民にはですね、有罪になったら辞職、それ以外なら離党で勘弁っていうルールでもあるんだろうか。中国共産党主席官邸の正門に黒いセダンが突撃。総理官邸みたいなもんだって。車から引きずり出された運転手が殺人犯共産党と叫んでいた映像がネットで拡散してしまいました。共産党、中国共産党が殺人者。何を今更って話なんですけれども。一番殺してんじゃない？中国共産党がさ。いよいよ恐怖で抑えきれなくなってきたんすかね。人民を。王朝の寿命は3世代。説って昨日説明しましたけれども、中国の建国が1949年だから75歳なんですね、今年で。古事に習ってですね、人民は黄色い布を頭に巻いてくんないかな。それでやってくれたら、映えるんじゃない？と思っておりますけれども。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。